基本の基本なんですけど、こういう順に必ずですね。で、だからあんまり間違いない。お作りになられたものは別にして、はい、マシンで、出会ったら面白いなって思われたのは、マシンというか何か、これは面白かったなって思われたのは、それはもう、あんなもう情熱の高めで、はい。もうだってそれしかいなかった。ええ、海に止められるとか思われたことなかった。どういう意味？え？いやいや、なんでパンデロみたいな、そういうバイトを。ああ、だってそれしかないんだ。いやいや、そうですもんね。ね、まあ、それも一応、ちょっとパンデロってさんっていうのは、実は大学院生になった前に、同じ大学にいた、奥越さんが大学院生の時に発明した、画期的な、生産基礎なんですね。それで、お金が高いと、まだまだ研究室で買えるという話なんですね。それで、お金はね、朝日賞というのがあって、それから、あとは共有賞だぐらいかな、少し、それで、あとは、だけです。いいですか？それでは、皆様、ありがとうございました。